土地収容法第28条の2に規定によるお知らせの例土地収容法は土地収容について定める日本の法律。昭和42年と平成13年に大きな改正がされている。日本国憲法第29条第3項の私有財産は正当な保障のもとにこれを公共のために用ひることができるとの規定に基づき、 公共の利益となる事業に必要な土地等の収容、または、使用に関し、公共の利益の増進と私有財産との調整を、図り、もって、国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを、目的に、公益事業に必要な土地等の収容、使用に関する基本法として1951年に制定された。収容、使用の要件、手続き、効果並びに、 これに伴う損失保障等について定めた基本法である。1900年の旧土地収容法に代わって制定された。事業が三条覚悟のいずれかに該当すれば収容的格が認められる。覚悟は事業の公共性が高いと考えられるものを限定列挙しているのであり、道場は情報公開制度の適用のない事業主体にも事業の公共性が高ければ、 中央的格を与える仕組みとなっている。他方、事業の公益性の判断が、経済的価値の算定のみでなく、環境的価値、文化的価値その他諸々の異なった性質の価値との、間での総合的考量に基づいてなさるべきものと、すると、行政庁だけで公正に判断できるか問題になる。この点、平成13年の改正では、 公共性の認定基準について最低限の解決しか与えられていない。つまり、収容的核事業として望ましい事業のあり方を、現行法は曖昧な公益性だけで判断しており、情報公開制度の適用がない事業主体にも、事業の公共性を理由に収容的核を認める、ことへの正当性が疑問視されるような運用状況に、ある。ありがとうございます。